アニマル横丁は、前川亮による、ギャグ漫画作品、および、それを原作とした、テレビアニメ作品、同作に登場する架空の地名。集英社の少女漫画雑誌、リボン、リボンオリジナル、リボン増刊、アミーゴ。2999年から連載されている。略称は、アニ横。総発行部数は2005年12月現在100万部。第51回小学館。 漫画小児童無形部門受賞作品。ある日新しい家に引っ越してきた幼稚園児、松崎亜美は自分の部屋に異世界、アニマル横丁の扉があることに気づく。そこから自由奔放なウサギの意を、突っ込み気質で兄気分なクマの健太、天然で臆病なパンダの一茶の三匹が登場。亜美の日常はドタバタとして物になっていく、というドタバタコメディ作品である。 舞台となる場所は、架空の村、明治村。アニメでは、関東地方に、原作では、九州地方にある設定。連載が何年続いても、主人公達が年を取らないサザエさん方式で、物語が進む。また、子供向けの作品ながら、今時の子供にはわからないような昭和ネタやシュールなネタも見られるのが特徴である。声優が明記されていないキャラクター。 松崎幸太郎、ディエちゃんはアニメでは登場しなかったが、ゲームでは松崎幸太郎とディエちゃんに声優が当てられている。血液型、ア兄横星座は、ドキドキ救出大作戦のキの各キャラのプロフィールより、原作漫画で作者、前川亮が登場することもある。テレビ、東京系列でアニメ化され、 2005年10月4日から2006年9月26日まで全51回放送された。アニメーションはギャロップと同友アニメーションによる共同制作。リーボン2006年10月号では最終回について一旦お休みとしている。アニメは韓国でも放映され、韓国版タイトルはドキドキ秘密の友達。韓国で放送されていたチュニバース公式サイトでは、 韓国製アニメと称している。香港 TVB では、動物横町、台湾では、動物小町というタイトルで放送。2014年3月までは、テレビ、東京海洋夕方6時30分枠の最後のアニメであり、2006年4月以降は、スキバラ枠、ピラメキーのペット大行進、動物くん、そうだ旅に行こう、になるのに伴い30分繰り上げられた。 2014年4月期の改編で、火曜木曜17時30分から18時に放送していたと月曜と金曜のが終了することに伴い、月曜木曜のアニメ枠は18時から19時までの時間帯にスライドすることになったため、火曜夕方6時30分枠のアニメは、マジンボーンまで途絶えた。また後番組、D グレーマンからハイビジョン制作へと移行したため、本作は、テレビ、 東京海洋夕方6時枠としては、最後のヒハイビジョン放送アニメでもある。歌詞字幕、あり、韓国では、とんでもナッシングドキドキアニマール横丁の歌の巻、と、ファンタジスタガールのみを使用されて放送されていた。本放送の SBS では、オープニングとエンディングは、とんでもナッシングドキドキアニマール横丁の歌の巻、のみを使用。サブタイトルはすべて、ドキドキ、 マイナスという形をとる。いずれもジェネオンエンタテインメントより発売。ありがとうございます。